はい、では続けたいと思います。まあ今日は有識三十種の、一番最初の、下について、まだ始まる前にですね、仏教ではまず自分のこの本を書く目的みたいなもの、初心表明みたいなものをまず書くんですね。でこの有識三十種をですね、今から解説、今から有識についてわずか、30の歌で600字の漢字でですね、有識のすべてを解き明かしますが、じゃあその目的は一体何なのか。まずはこの教えに対する敬愛、敬礼、敬う思いを持った後、次にどうしてこの歌を、この字を、論を作らねばならなかったのか、その理由がこの短い言葉漢字5字で理楽諸有常でございます。理楽諸有常、これが仏教を聞く目的であり、また仏法をねお伝えする、私たちもこういう気持ちでなければならない、こういう気持ちで今から私はこの本の解説をいたします。まあ皆さんもできれば大乗仏教徒であるならば、こういう思いで生きてもらいたいという、誓いでもありますね。私もこうありたいなと思います。仏教はですね、大乗仏教は自分の救いだけじゃなくて全ての人を救う、そういう菩提心を起こしてもらいたい。菩提心とはね、自分の救いだけじゃなくて生きとし生きるものを幸せにしたいという心でございます。十方修行を救うというね、弥陀の本願と、イコールでございます。菩提心というのはね、それをここではね、諸有常を理楽せんとおっしゃるんですね。仏教はもろもろの生きとし生けるものはみんな苦しんでおります。もろもろの情けあるもの、修行と同じ、修行は旧約、苦約、古い翻訳ね、現状までの翻訳は修行と、多くの生を受けるもの、修行だったものをあえて、現状三蔵は天人から世心に変え、修行から有常に変えて、ね、もろもろの情けあるもの、荒屋敷を持ったもの、生命を、心を持ったものはみんな苦しんでいる、人生は苦なりでありますから、その苦しみ悩んでいる人々を利益を与え安楽を与えたい。仏道より与えられるものというのは、皆さんが聴聞していかれますと、ね、この世から、ね、たとえまだ悟っていなくても私は得られると思います。もうそれをね、この後また説明しますけどね、仏教を求めていくならば仏道より与えられるものは利益と安楽であるとおっしゃるんですね。これを略して利楽と言いますね。まあ、日本語の、ご利益の役、あるいは利益の益は、利益はこの言葉から生まれた、仏教から生まれた言葉ですね。利益、これは幸せを、得ることを言いますね。安楽も安らかな楽しみということで、まあ、同じような意味、今から聞いたら分かりますけど、大体同じような意味で、この言葉が使われております。今の日本語にも定着している。利益とは利益から利益という、本来は利益から利益に言い方変わりました。安楽は変わってませんけどね。ちなみに安楽はですね、日本語の安楽は多分この本願薬師供養経がありまして、そこにはね、信心安楽というような、本願がね、薬師如来が誓ってるんです。我々に対してね、薬師如来はね、あなたたちを信心安楽にしたいという本願が、薬師如来は十二願なんですけどね、そこの確か7か8だったかな、ちょっと忘れましたけども、本願にね、はっきりね、我々をね、信心安楽にしたいという願いを持った菩薩が薬師如来であります。これは薬師如来に限らず、全ての菩薩ね、全ての仏様もね、言葉は出てこないかもしれませんが、内容は信心安楽なんです。ここは今の日本語になりました。これは意味はね、我々の幸せに2つあるんです。心が安らか、体が楽ちんなんですね。言い方も変わりましたね。これ信心安楽と読むんですね、お経では。で、最初の心が楽と重なります。信心
体が楽になるのが幸せ、心が安らかになるのが幸せですね。まあ、これが幸福の定義とこう言ってもいいと思います。でこのね、楽心がね、時代を経るにつれて楽ちんに変わったんです。今ね、皆さんソファー座ったら楽ちんと言いますが、元は楽心だったんですね。楽心だった言葉が時代を経るにつれて楽ちんに変わった。あのちんはね、体という意味なんですね。体が楽になる、これが楽心、楽ちんでございます。仏教はね、この体も楽になった方がいいんですね。で、心が、一番は心でございます。心が安心と言ってた。あの安心欠如という言葉ありますね。昔は日本では安心をね、安心と濁ってた。お経では安心と呼んでた。それがだんだん時を経るにつれて安心が安心になってしまった。それで、まあ言葉の意味が、発音が変わって、楽ちん安心になりました。元は幸福を表した言葉ですよね。でこのね、今から言うのはね、十里五里五楽と言いまして、この玄奘三蔵のナンバーワンの弟子、ね、一番ね、玄奘が飼っていた人がね、この慈音大師と言います。この方は発想宗の開祖であります。日本人じゃなくて中国の方ね、玄奘三蔵の一番弟子で発想宗を開いたのは、本当は玄奘三蔵と言ってもいいんだけどもね、玄奘三蔵はもう全ての仏教を翻訳しましたので、発想宗の美祖と言って花の祖と書いてね、開祖じゃないんですよ。開祖は、発想宗の開祖は慈音大師であります、ね、恩に慈しみの恩と書いて、で偉いお坊さんだから大師、本名は木と言木々と言いまして、基本の木と書いて、あともう一つ字があるんだけどもね、木という名前が、本名であります。で木という人が書いた本がいっぱいございます。この人はね、もう解説書が好きというかね、信者みたいにね、さらに私なしという気持ちでね、十期という本をいっぱい書いてるんですわ。ある本をね、私は先生からひたすら私なし、無視の気持ちで、私なしという気持ちで私は、先生から教えていただくことを述べますと。じゃあ上位意識論十期ね、上位意識論を、先生がお書きくださいましたけども、それをね、私は先生が述べた講演録、講義録をね、そのまま記しましたということですから、この十記は上位を読むときには非常に大切な内容がいっぱいあるんです。まあ、それを今からね、この理学の説明をね、先生がされたのをさらにね、この慈音大師が十里五楽で説明します。あるいは九里もしくは十里で、理を今からね、全部一応説明します。あと五楽はこの後また説明しますね。まあ、なかなか興味深いんで、この理にはいかにね、まあ、これは仏教の方読んだらね、こんな説明があるということなんですね。仏教を学んだらね、仏教はもう膨大ですから、いろんな方がね、なんとか皆さんにね、この幸せになってもらいたいということで、お経に論に釈にね、いろんなね、この解釈など、やっぱり解釈なかったら読めないんで、原文だけではお経読めないんで、それで昔のお坊さんたちがね、なんとか仏理を鮮明にしたいと、私も体得した、皆さんもいてもらいたいということで、いろいろね、解釈を私たちの先哲はしてくださってきた。それをね、もう全部まとめたような感じ。この慈音大師はもう天才ですからね、もう抜群な頭を持ってたんで、もうしっかりした記憶したことをしっかりね、うまくこのね、仏教の教えをね、総合的にまとめていきます。まず最初いきますね、この理楽の理について今からね、九説明いたします。まあ十理、十はちょっと略してたんで、まあ十理でもいいんだけどもね、十の理について、実際は九ですけどね、今からこの一から九までね、理楽と安楽の意味を今から説明します。これ二つ書いてるからね、理と楽、理と楽という意味で理解してください。それぞれね、理と楽、理楽と安楽をね、二つの意味で説明していくんです。この理と楽はどんな御心があるか、お釈迦様の御心、仏理の御心ね、先哲の仏法者はどういうふうにこの意味を込めて、
教えていくのか、まあ、今から言うのはね、もう仏教そのもの、これが仏教だという感じで、説明していきます。まず最初、未来を救うを利悪という、現在を救うを安楽という、とこういう感じ。まずね、利悪と安楽の意味ね、ちょっと違うんだと。どんな違いかといったらね、利悪はね、未来もしくは後に救われる。仏教聞いていけばね、やがて未来において救われるのを利悪というと。それに対して安楽はね、現在を救う、今救われる。これ親鸞教義で言ったらね、現役当役と言いますよね。浄土真宗ではこれをね、当役が未来、親鸞としては現当二役と言ってね、二つありますよね。これ浄土真宗ではね、当役と言ったら 未来のこと、当はこれ未来のまさにと書いて当役もしくは未来ね、で現在のことを現役と言います。これで相当しますね。まあ、仏教は現当二役の教えですから、元はこのね、ジオン大師がおっしゃったことをヒントに信頼したかもしれません。蓮如上人はね、有志でそう教えますから、未来を救う、後に救われるのが当役、現在救いに預かるのが現役ね、現当二役、これが浄土真宗、これが有志、これが仏教という感じね。これがまず一つ目のね、利悪と安楽の意味です。次二つ目、現在を利するを利悪という、未来を益するを安楽というと、と思いますね。全く同じことをね、逆転して改正してるんです。こんなのが結構仏教にあるんです。だからね、一つで決めたらダメなんです。お経を読んだらね、同じ単語をね、逆の意味でねしてるところが結構あるんです。あのバック予約もそうですよね。あの自身の説明でもね、バック予約でもね、これ逆転の意味がどんな大師にはあるんで、だからいろんな文章がお経にあるんだと思います。ただ一つに決めたらダメだということでおっしゃってるかもしれませんね。お経を読んだらね、全く逆のことを書いてる場合もある。で、利悪の意味ですけどね、現在利する、現在で利することを利悪というんだ。未来、現在救われたら未来もね、もっとレベルが高くなりますから、悟りでもね、かなりまたかなりまた上に上がっていくことができますから、未来またね悟りも上がっていくので、未来を益する、これを安楽というと。一度に全くね逆転した言い方で、ね、この利悪と安楽を味わっている、おそらくそういうねお経があるんだと思います。それで、1番2番と全く逆のことを言われていると、まあ、これも味わいということでね。だからあのいろんな味わいがあってもいいのかもしれません。同じね救われた体験の方でもね、教え方違うんです。だから真実真理の方でもね、なかなかねうまく一緒にやっていけない場合もあるんです。不思議ですけどね、例えば道元親鸞でも、ね、共に救われてるんだけどもね、一緒に京都におったはずだけどね、なんかあんまり一緒に仲良く布教はしてないんですよね。こういうのいっぱいあるんです。仏教には共に悟っててもね、やっぱりやり方、教え方が違うことがある。例えばお釈迦様のお弟子でもね、いっぱいだけどね、ほとんどは阿難系統の人なんですわ。今仏教というのはね、阿難が一番信頼があったかもしれません、ね、また今でもね、あの荒川の人たまにいるそうなんです。ビルマとかあのミャンマーとかタイでもね、でもやっぱりね教え方が違います。なぜかというとやっぱりね、救われた体験がやっぱりね、同じ悟りだけどもね、やり方が違う場合があるんです、ね、例えばあの瞑想法でもね、あの初期仏教は40何通りあるんですわ。いっぱいあるんです。みんな微妙に違うんです、自分のねやり方が。どれもお釈迦様の教え方なんですよ。でもやっぱり自分がやっぱり通った道とか、自分が布教経験から得たもので、これがいいと思ったやり方で解きますからね、教え方が変わる。法然親鸞さんも実は変わってます。蓮如さんもちょっと変わってますよね。七高僧みんな変わってるんで、教え方、同じ真実信心でも教え方が時代に応じて変えてます。それやっぱりお釈迦様自身がね、大気説法でいろんな教え方をされてるからです。だどれがいいかはね、最後まで、これが絶対ということはないかもしれません。だからね、
龍樹天神も変わってるしね、まあ、上田さんも変わってきてるようにね、また他の誠の真理の方でもね、やっぱりね進んでいけばね、あのこれよりもこっちというね、我を通してもうまくいかないんですよ。やっぱり自分がこう救われたからね、こういう説法を聞いて救われたから、だからといってこういうやり方をしてしてもね、相手に通じないこともあるんです。やっぱり教えをしっかり学んで、よりねお釈迦様の説法が一番いいです。本当はそれやっぱり学んでいく。だからやっぱりね、同じ悟り開いても、同じ真実心でもやっぱり教え方は微妙に違う。法然文化ではね、あのみんな一緒になかなかやってませんから、みんなバラバラになってます。やはりそれはね仕方がないと思います。学んできた仏教の学問もあるし経験もありますから、みんな仏様じゃないんでね、またたとえアラカンまで行ってもね、やっぱり一人一人個性があるのも過去性が違うから、だからこれは致し方がないと思います。でもね、多分喧嘩はしないと思います。誠の真の方がね、お互い攻撃し合うということは多分ね、あの教え方はね違いますけどね、あのぶつかることはまずないと思います。ただそれは私いろんな人を見てきてやっぱ思いますよね。だからやっぱりね、あのみんな一緒にはなかなかできないんです。これは過去の仏教歴史見てもね、あの思いますね。だからこういうねお経でもね、いろんな味わい方をできるのもね、やはりこういうところもあると思います。一つに固定化ね、もう教えは普通はもうね決めますけどもね、決められない部分がいっぱいあります。教行信証の解釈でもね、絶対一つにできない。だからこの有識三十でもね、10人が10人とも違いますから、それで混乱するから、このジオン大師が先生に申し上げて、現状三蔵のあなたのね、ご理解でこれを皆さんに分かるように解説をお願いしますということで、できたのが有識三十の解説書ジオン有識論でございます。だからこれはね、教え方はいろんな教え方があるということですよね。あと味わいもね、一つではないと、これ以外にもあってもいいということで、この方はね、現状三蔵はね、いろんな説を挙げてね、これはダメだとはね、めったに言われてません。たまにありますけど、明らかに理にかなっていないということで、これはちょっと捨てた方がいいというのもたまにありますけどね、大体はね、1義、2義、3義みたいな感じでね、これもまあいいかなと、まあ、これもいいかなという程度で書いています。まあ、これが私は一番いいと思うと。五王さんのね、説が一番いいと思うけども、この安寧さんや、あのいろんなね、人が言いますけど、これもまあかしてもいいんじゃないかなと、こんな感じで説いてます。仏教もそんなんは結構ありますから、だからこれ以外はダメだというね、排除するのはあまり私は良くないと思います。でここならばね、皆さんにははっきりさせたい、この意味はね、一つに固定したい気持ちは分かりますけどもね、楽だから覚えるのは、でも実際はいろんな味わいができる。お経を読んだらね、いろんなとこに使われて微妙なニュアンスが違ってね、違う解釈もあるのも事実。それをジオン大師は、あのこの利益と安楽はね、9通りさらに10通りでいろんな味わいができることをお経に基にして解説されてると、こういうふうにね、もっと柔軟な理解も、ここを通してねしてもいいんじゃないですかと。これ以外はダメだというのは私はあまり良くないんじゃないかなと思います。だからいろんな味わいがあってもねいいんじゃないかなと思います。別にこんな味わいしてもね、皆さんの弓道の妨げにはなりませんから、これに関してはね、どの説取ってもね、この説取ったらあなたはねひどい目に遭うとか苦しむことはまずないですから、ね、そういうふうに思っていただいたらいいと思います。一度には明らかにちょっと意味が全く逆転してますけど、まあ、こういうこともあるんだということです。次3番目、善を治めるのを利悪という、悪を離れるのを安楽という、となかなか興味深いですよね。仏教はあなたが苦しむのはね、悪を作るから苦しむんです。あなたが幸せになれるかどうかはね、善を治めたからですよね。今皆さんも人間に生まれたのはね、過去世で誤解を保った区域、ある程度善行があったからです。全くなかったらね、人間には生まれられません。だから善というのは宝なんですね。たとえウロ善であってもね、純粋なくても善は善ですから、善はあなたを、幸せにする。だから善を治めるのを利悪、だから善を治めたから利悪、ご利悪、まあ幸せが得られますよと。
そしてね、悪を離れる、悪をやめるから、悪をしない、悪を離れるから安楽。今安楽だとしたら、それは悪を離れたからなんだと。善を治めるを利悪、悪を離れるを安楽というと、楽というと、こう解説をなさっています。次4番目、悪を離れるを利という、善を治めるを楽というと、これ聞いたらあれまた同じだと、こうなります。全く逆転の言い方されて、こっちと同じ、ね、さっきはね、善を治めるのが利と言ったのに、今度はね、悪を離れるのが利だと。さっきは悪を離れるのを楽と言ったのに、今度は善を治めるのが楽だと。三とは全くね、逆の意味ということは、この利悪と安楽はね、同じような意味なんです。ただ相手によってね、まあこれ、あの中国は漢字の国ですから、漢字でいろんな意味があるからね、それでいろんな解釈できるんです。これ漢字の文化独特なものです。一つの漢字からいろんな意味があるからね、そこから推測してね、どんどん作っていくんです。で本来釈さんがおっしゃったいこともね、漢字の意味から、ね、翻訳した漢字からね、いろんな意味を取って違う場合もあります。仏教ではあんまり離れたらダメなんですけどね、これぐらいならば全く問題ないと思います。裏表の関係だから、この善を治めると悪を離れるはね、裏表の関係、これもね、現在の未来だからね、大きく関係がしてますから、そんなにね、たとえ逆転してもそんなに弊害は私はないと思います。ただこういうね、解説があったんだということで押さえたらいいと思います。幸せになるにはね、悪を離れないといけない、責めることをやめないといけません、ね、人を軽視してはいけません、人を大事にする、ね、善によって幸せが得られる、これやっぱり私たちね、こういうことを通して、しっかり心に刻んでおきたい、私は内容だと思いますね。利楽は悪を離れ善を治めて得られるものである。次5番目、苦を出るを利という、楽を与えるを楽という、これバック与楽とちょっと似てますよね。出苦与楽でありますから、慈悲の定義ですけど、だから慈悲も結局は利悪と安楽、慈悲の実践によって、利悪と安楽を得られますから、ただ密接した関係になってますよね。苦から出る、苦が抜けたのが利悪、利と言います。楽を与えられる、楽を与えられたのが楽という、ね、出苦与楽ですよね。だから利悪や安楽はまさに苦から離れる、苦から出て楽が与えられる。次6番目、これ面白い。次、地を起こすを利という、福を起こすを楽というと、仏教のね、善はね、大きく分けると地と福に分かれます。これ親鸞聖人福地とおっしゃるんだけどね、福地という言葉はね、深い言葉があって、あの十八願を福地蔵というんだけどね、あのどういうことだと言いますよね、この福はね、仏道満行で言いますと、不正自戒忍肉精進禅定までを福と言います。これがしっかり揃ったら、次ね、6番目に知恵が生まれるんです。六度満行の順番があってね、やっぱり不正自戒忍肉精進禅定が、ね、実践できると知恵が生まれるんです。一番は知恵が大事、ね、知恵というもの、この知恵があなたに起きたら、生まれたら煩悩から離れ下脱できます。まさに悟りとは知恵を体得することですよね。無分別知、もしくは仏知と言いますけど、で、この仏教の目的は知恵を起こすことでありますから、この知恵が起こされたのを起こすのを利悪というと、利とはこれは知恵を起こすのを利というと、福を起こすを楽という、福はこれ幸せ、ね、幸福、幸せを起こすのを楽という、ここからあの有名な幸福寺という言葉が生まれたんです。幸福寺はあれ有識宗、有識仏教なんですよね。幸福寺、
多分有識のねこの言葉から私は生まれたと推測しております。これ原文ではね幸福とありますからね、幸福、幸福というのは仏教の言葉で、幸福を起こすのが仏教なんです。仏教は知恵を起こすのが仏教であり、福を起こすのが仏教ですから、だから利益と安楽をね与えるのが仏教ですからね。でこのね福はね言い換えたら慈悲と言ってもいいですね。慈悲によって幸せが生まれますから、知恵によって悟りなんです。で仏教ではね皆さん生まれ変わってもねいつもねこの慈悲の心をずっと持っててほしいんです。これがある限りどんな生命に生まれてもね幸せに生きられると教えます。不幸や災難で苦しむのはね慈悲がないからなんです。知恵もないんですけどね。で知恵があったら苦しみね悟り開ける。でこの慈悲があれば生まれ変わってもねこの世を生きる上においてはね幸せになれます。だから慈悲の頃の無慈悲な人は苦しいけども、慈悲のある人は幸せに生きることができる。でこの福と知、慈悲と知恵はね恋の表と裏みたいなもんです。だいたい知恵のない人はね慈悲もないんです。慈悲のない人は知恵もないんですね。だから知恵があったらやがて慈悲も生まれる、慈悲があったら知恵もやがて生まれると思います。まあ、そういうね裏表の関係だからね、ここを言ってるのは興味深いなと思って、知恵を起こすのを利悪という、福慈悲ですね、福幸福を起こすのを楽という、安楽なのはね福を起こす慈悲を起こすからだと。だから幸福寺はここから生まれたということであります。まあ、こういうね解説でね仏教そのものをね解説しているところが私はすごいなと思いますね。こういう身近なところで仏教とはどういうものかをねこの2つに分けて解説していくところがこの面白いところですね。十理の説明、次7番目、出世の善を利という、世間の善を楽という。仏教では善が2つございます。出世の善、これ出世権と言いますね、出世権の善、出世権の善、この世から出る、これを利悪というと、世間の善これを楽というと、善というものをね2つに分けた言い方、世間を出るこれは悟りですね、悟り開くための善を仏教ではね家部領事に言いますと回復と行復です、ね、皆さん覚えてますかね、回復と行復ね、回復と行復が官僚になりましたね。これは仏教の善を回復もしくは行復と言います、ね、回復と行復、これは仏教でいう出世の善なんですね。まあ、回復実践したらね、たとえ悟り開けなくてもね、おそらく御所の一大事は多分ないと思います。しっかり戒を守る、ね、あとこっちは小乗禅、こっちは大乗禅なんですね。自分だけの悟りであってもですねしっかり教えを実践したら小乗禅、自利、こっちは自利の禅ですね、自利、自利中心の禅を回復と言います。自利だけでもねやれば、御所の解決はできます。 できればね利他、大乗禅を利他行布と言いますね、大乗禅を利他、利他行ですね。レベルが高いですけども、これをすることによってもっとね、高いレベルまで心が成長できる。自利中心、小乗禅、小乗禅が行布で大乗禅が行布、これともに一応ね世から出る禅なんです。これ出世権禅というですね、でこれができたら利益が得られると。でもね世間でも馬鹿にできない、お釈迦様は大無量寿経じゃなくて観無量寿経にね、世福とおっしゃってます、ね、世福、世福、いわゆる世間の人がね、認めてる善、親孝行とかね従善とか世福、これは世間禅とも言いますね、世間禅、まさにこれね世間禅ですよね。世間禅を仏教で世福と言います。
仏法を知らない人がね善だと思っているものをやればこの世は、ね、死後は分かりませんよ、この世は幸せになれる、これをやればこの世だけは幸せになれる善が世間善、世福と言います。だからね、世間の善をね、世福をやればあなたは安楽になりますよと。でも五章の解決したければやっぱりね、回復行福をやった方がいい。こっちをやればね、五章は悟りぶりでも天上界もしくは人間界に生まれることができるからね、回復の中では最低5回、これはしっかり守れば、五章は大丈夫ですから、お釈迦様は、悟りまで無理な人は一般在家の方にはね、5回をしっかり守りなさい、仏法僧に帰依して、ちゃんと仏法僧にね、帰依して、そして三宝に帰依する、三宝を信じて5回をしっかり守ることによって五章は大丈夫ですよと、こう教えたのがお釈迦様がですね、まず一般在家に説いた教え、まずはセキュリティかけるんですね、しっかり5回を守りなさい、回復を実践しなさい、でコロナ成長したら行福もやったらいいですよと、まあ、これが出世の善を利悪という、世間の善を楽というと、この利と安楽にはこんな意味もあるんだと、どっかのお経に書いてあることでしょうね、まあ、これ幹部領事経にこの内容はあります。次8番目、小化を起こすを利という、大化を起こすを楽という、小化を生み出すのが利益の利、大化を生み出すのが安楽の楽。これ私はね、初期経典によく私は見つけたことがあります。大乗経典あんまり見当たらないですけどね、まあ、あると思うんですけどね、私がたまたま読んだお経によればね、初期経典にありました。お釈迦様ね、こんな言い方するんです。大乗ではね、例えば不正をした場合ね、この見返りを期待しない、私が何々を誰々に、これを忘れた人の苦労が大きいと言われます。この教え方は初期経ではあまりないんです。初期仏教ではあまりないんですね。初期仏教ではね、例えば不正をした場合でもね、見返りを期待しないほど苦毒が大きいんだと、見返りを期待するほど苦毒は小さいと、こんな感じ。不正でもね、悟り開いた人ほど苦毒は大きいんです。まあ犬や猫でもね2倍ぐらいありますけど、小さな多忙だと、まあこんな感じでね、この善は善でもね、大きな家宝と小さな家宝という方をお釈迦様は初期仏教ではなされるんですね。まあこちらの私はいいように思いますけどもね、あなたの善のね、同じ善でもね、見返りを期待する気持ちが強いほどね、苦毒は大きな家宝が得られる、ね、思いっきり期待する気持ちが強い人ほど、小さな家宝だと、まあ、この言い方は私いいなと思うんですね。もともとお釈迦様がおっしゃった言い方でございます。で、この小さな家宝を起こす生み出すのを利悪というと、だからこの利悪はね、小さな家宝の利悪だと、これはなんか世間のなんか家宝みたいな感じしますね、利悪は。でも大きな家宝はやっぱり、ね、仏教ならでは、ね、だから浅いところから深いところへ、世俗から仏教みたいな感じがこの言葉にはあるような感じがしますね。小化を起こすを利悪、利という、大化、小さな家宝が利悪、大きな家宝が安楽と、こういうふうにね、おっしゃいます。で、最後のまとめ、利楽は一体異名である、これ結論です。なんだ、結局ね、この利楽、利悪と安楽はね、言葉が違うだけで、実は一体異名という言葉は武器でございますね。同じ一体のものである、名前が異なるだけだと、一体のものなんだと。知恵慈悲もそうですよね。この真実真事、仏ね、真事には知恵と慈悲、大慈悲心、大菩提心が一つですよね。そういうものがいっぱいあります、仏教には。一体異名、一つの体であり、名前が違うだけ。我々にね、説明するときにはこういうね、
違いを言葉を変えて説明するんだよ、本来はこれはね一つなんだと、一体なんだと、名前がただ異なるだけであると、こうね、おっしゃっている、まあ、これが離悪と安楽の意味なんだと、こう最後締めくくっております。これが十記に書いてある内容ね、まあ、正確には九里ですけど、一応十里のところでこれ説明があるんですね。あともう一つまた面白いのはね、また言葉を書いてね、もう一つ皆さんに紹介しますから説明します。今度はっきりね、十里があります。今言った説明とはまた違う視点でお経にそういうのあるんでしょうね、お経にあったんだと思います。お経全部読んだらね、理訳でもね、今から言うこのね十通りの理訳があることをね、この説明しております。いきますね。まず最初、純理、純粋な理訳、ね、純粋な理訳、仏教ですよね。仏教はまた本当は悟りだと思いますけどもね、人を幸せにすることによって得られる幸せ、ね、人を大事にすることが幸せ、まあ、私はこれ利他だと思います。利他の幸せね、そういった当然事例もあるんですけどね、純粋な利益、ね、菩薩が実践する、ね、相手を幸せにすることが私の幸せやと、こんな人めったにいませんけどね、それが仏教でいう利他の幸せなんです。純粋な利益ね、私たちはでもね、こういう世俗のね、利益も大事ですからね、浅い利益ね、浅いところから深いところへ、ちょうど商家から大体みたいな感じね、世間税から出世、こんな感じ、浅いところから深いところ、世俗から仏教みたいな感じね。でこれ仏教の出世禅とか大化とかね、まあ、知恵とか、まあ、そういうね、仏教らしい幸せを純理と、純粋の純を使って、おっしゃってるのが最初の純理。それに対してはね、あの不純なものがありますから、私たちはだから悟るまでは不純なものしかありません。いわゆるあのウロゼみたいな感じね、一応我が味ある幸せはウロゼの幸せですけどね、それでも幸せですから、善は善だけどもね、純粋じゃないだけなんです。これは本当に純粋な利益ということで純理とこうおっしゃってます。まあ煩悩から離れた、おそらくエゴから離れた、我執から離れた、仏教でいうこの安楽のね、悟りを開いた、我執から離れた幸せをこの純理とこう言ってるんだと思います。次2番目、グーリ、これは共通の利益、これ仏教でこれグーと呼ぶんですね。共通の利益、共通の利益とは何かというと、これはね、自利と利他だと思います、ね、仏教では利益を2つに分けます。まあ、こっちの分け方もありますけどね、 ここではなかったですよね、 こちらで出なかった、あるここでないものをここでおっしゃったんだと思いますね。この9では出てこなかったものをね、このここでおっしゃってる、純粋な利益、そして共通の利益、自利と利他、まあ、心がまだ成長十分できてないときは自利中心で、文法ね、聴聞していけばいいと思いますよね。成長したらね、人々の幸せのために、まあ、これが、まあ、大乗仏教なんですよね。でもこれは本当は2つであって1つなんですね。これは分けられないもの、仏教では自利がそのまま利他であり、利他がそのまま自利、自利他円満、自利他平等、これ2つに分けられない。これがなくなったら、私がなくなったらね、相手の幸せが私の幸せ、相手をが私と見れる、これね、ガタピシの世界から離れたら、そういうふうにね、人を眺めることができる。お釈迦様はね、みんなに対して、あなたたちは仏の子供だとおっしゃった。そういうものの見方ができるんですね。自利イコール利他、ね。まさに菩提心ですよね。私だけが仏道を求めるんじゃなくて、私の仏道はみんなを幸せにするための仏道であると。これが菩提心でありますね。まさに菩提心の利益を、グーリということでおっしゃってます。次3番目、利悪主樹理、利悪主樹理、この利悪はね、いっぱいあるんです。だから主樹、
さまざまにあると、一つじゃないんだということですね。一つではない、これが理悪主従理であります。で、親鸞聖人はおそらくね、過去の文献いっぱい読まれてね、元正十種の理悪を説かれました。皆さん覚えてますかね。親鸞聖人教行信証信下にね、私は阿弥陀仏に救われました、どうなるかといったらね、元正十種の理悪があると。生きている現在、当時ね、浄土仏教はね、死んだら利益ある、現象はないという考えが多かったんで、破るためにね、生きている現在十の利益があると、こう親鸞聖人には説かれました。これを現象十種の利益と言いますね。まあこれも親鸞聖人言われたかもしれません。もうそういうね、明確に、説いたところがあるんですね。で、親鸞聖人はたくさんの仏教の本を読まれて、親鸞聖人なりにまとめられたんです。自分の体験からね、親鸞聖人は生きている現在に利益、約ね、この本当幸せを体験しましたので、親鸞聖人なりにね、阿弥陀仏のに救われた体験を親鸞聖人独特の言い方で、まあ根拠でもあるんだけどもね、いろんな根拠があります。それを親鸞聖人は仮にね、無理やり10にまとめました。本当はこの10はね、満数といってね、無限にあるんです。満数もういっぱいあげたらね、主事であってね、もう山ほどあります。10、20、30、50、100は出てきます。今書きすぎてもダメだからね、仮に10にまとめて親鸞聖人は元正十種の利益とおっしゃった、まあ、こういうことはね、やはりね、言いたくなるんですね。疲れた人はやっぱり勉強したらね、あ、これもある、これもある、これもあるということで、ジオン大師もね、もうこれでも十分なのに、まだ他に言い方がある、しかも学問してるから、いっぱい知ってるからね、言いたくなったんでしょうかね。こういう言い方もあるんだと、俺も体験したぞということでおっしゃったかもしれません。ね、理悪でもね、いっぱいあるから、理悪主受理と、一つや二つやないんだと。仏法を聞いたらこんな幸せになれるんですよと、先ほど聞いてもね、いっぱいあったでしょ。さらにね、こんな利益がありますよ、仏法を聞いたらこの世からね、こんな幸せになれるんですよ、いうことでおっしゃったんだと思いますね。これまとめて利益主従理でございます。4番目、安楽主従理ね、これも同じですよね。安楽主従理、安楽についてね、仏教の本を読んでいくと、この安楽という短い言葉の中にいろんな説明があった。さっきね、説明したように安楽でもね、9通りの言い方、またさらにね、10通りの言い方で、違う言い方で安楽についてもね、仏教を学んだら出てくるから、だから安楽にも主従、いっぱいいっぱいいろんな、解説がある、ね、まあ、どれもね、仏理だろうということでおっしゃったんだと思いますね。これが安楽主従の理悪でございますね。だから理の中に安楽も入ってますよね。だからこれは2つは、ね、一体微妙なんです。一つであって名前が異なるだけ、これが理悪と安楽だから、これは分けられないものでもあります。次、5番目、因勝理。6番目が果勝理。これはどういうことかと言いますとね、仏教ではね、悟り開くまでを因にと言います。菩薩の位を仏教で因にと言います。で、悟り開いた後、戒と言いますね。これ有名な正信にありますよね。法蔵菩薩因に寺と、法蔵菩薩はね、戒、仏様だった阿弥陀仏が菩薩に降りたんですね。ちょうど王様だったのがみんなを救うためにね、法蔵比丘がね、菩薩になって降りて、で四十八願を立てたという物語がございます。あれは真理をね、物語風に表したんですけども、で菩薩の位を因にというんですよね。で、菩薩の位でもね、十分幸せ得られますから。これは私はね、仏教をね、まずは悟り開けなくてもね、絶対正しく仏教を聞いたらね、悪を離れていく、善を治めるからね、それなりの幸せ得られます。
ただ攻める心がなくなったらね、心がものすごい楽になります、ね、幸せを感じることができる、これが仏教なんですよね。だからこれは悟り開いた菩薩に限定せずにね、仏教を聞いてる人でも利益があることも知ってもらいたいと思います。これ月収10種でもね、仏教を聞いて悟り開いてなくても得られるものもありますから。だから仏教を求めていく段階においてもね、利益と安楽あるということもね、教えているのが仏教でございます。例えば仏教でもね、悟り無理でもね、三方に帰依して五戒を保ったら次の章人間界ですよね。一応この世は幸せに生きれますからね、成仏実践すればこの世は幸せで、悟り開くにはできれば回復行福の実践も教えるんです。だから陰勝利はね、陰に収めた利欲、まだね、仏の悟り、もしくはね、悟りまで行ってなくてもね、悟りを求めている段階においても利益があることを陰勝利と、こういうふうに味わっていいと思いますね。陰の時にね、得られる利益を陰勝利。観勝利はね、究極の仏、仏家、ね、お釈迦様と同じ究極のブッダの悟り、アラカンの悟り、そこまで進んだ人がに収めた利益、戒の利益ね。だから理でもね、ピンからキリまであるんですね。仏教を求めている段階においても利益、幸せを感じられるし、住めば住むほどもっと幸せがね、それは煩悩から離れていきますから。仏教というのはですね、煩悩から離れていく教えですから、当然煩悩をね、服することができますから。仏教を正しく学んだ人はね、煩悩から離れていく、心が清らかになっていく、これが仏教の教えですから、当然ね、陰においても幸せ、利益が得られるし、戒においても幸せはある、どちらも利益ですよと。だから幅があるんですね、利益は幅がございます。次7番目ね、四正理、八が他正理と、これ十四式論にあるんですけどね、仏教でこのようなことをね、四世と申します。四世、文字通りで、ね、この世、仏教はこの世を幸せにする教え、四世、この世をね、利益する教えが仏教ですからね、仏教を学んでいけば、聴聞していけば、必ずこの世で幸せになることができます。そして現在の延長が未来だからね、今も死んだらすぐ五世ですよね。この五世を他世とも言います。これ他の世の中ですからね、これ死んだ後、死後なんですね、生まれ変わった世界、次の世界です。来世もしくは五世、後の世もしくは来世、来たる世、来来たる世ね、来世もしくは五世、あるいは他世、これに対して他世ですからね、この世と死後の違いをね、死世他世という言い方を有識ではすることがあります。有識仏教ね、常識論にあるんですね。で、意味はね、この世の幸せも仏教では説いている、他世、あの世の幸せも説いている、まあ、先ほど言ったところではね、原薬投薬のこの言い方もあるけどもね、この言葉が出てないから、この言葉はね、ここでは出てこなかったんでね、で、ここで死世他世をおっしゃったのかもしれません。この十理はね、こちらで使わなかった言葉を使って、仏教にはいろんな言い方で、利益と安楽を得られることを教えようとしたんだと思います。で、最後のまとめね、筆教理、不筆教理、筆教という言葉で最後仏教の締めくくりをするんですね。これも面白い、これ仏教の言葉でよく出てくるね、筆教という言葉、これ日本語ではね、つまりという意味ですね。日本語でね、筆教と言ったらね、つまりという意味なんです。副詞のつまりね、つまり結局はとかで、つまりね、つまり、これが筆教の意味です。意味はね、終わり、終わるなんです。これ訓読みするとね、筆はこれ終わる、今日も終わるなんです。終わるというね、読み方をこれします。皆さんが知ってる言葉で言ったらね、筆教栄を奇妙せよ、親鸞聖人は阿弥陀仏のことをですね、筆教栄と言うんですね。筆教栄、皆さんに対して滑るのはね、筆教栄を奇妙せよ、
いう言葉が、新南神の歌にありますね。一教へ必教、絵はこれ拠り所、これ阿弥陀仏の別名なんですね。必教へ、あの新修聖典でちょっと行きますとね、ちょっと見ましょうか。普段使わないんですけどね、あの新南聖人必教へを奇妙をせよというのがね、阿弥陀仏を褒めたたえた和さんにあるんですね。必教へを奇妙をせよというのがね、出てきまして、どこにあるかと言いますと、ですね、この聖典では220ページにありますね。真ん中の一番左であります。症状巧妙並びなし愚子功のゆえなれば一切の豪家ものぞこりぬ必教へを決めをせよ。これ阿弥陀仏の巧妙はね、比較できない無太鼓の説明で、無太鼓といったら比較できないあの光を無太鼓と言います。阿弥陀仏の返すべきものがない光は、症状巧妙は比較はできません。愚子功のゆえなれば、この光に合うなれば、この無太鼓の光にあったならば、あなたの一切の豪家、豪家でつながれていたあなたを苦しめている豪のつながりが全部除かれますよ。苦しみが除かれますよ。豪のつながれが除かれて、それはどうしてかといったら、阿弥陀仏の別名である必教へを奇妙をしたならばと。阿弥陀仏に奇妙をしたら一切の豪家も除かれると、こう親鸞聖人が体験されておっしゃったご和さんでございますね。必教へ、つまりこれは最後の拠り所ですね。ちょうどあの太陽に西に沈みますよね。最後は死んでいきます。最後は浄土に往生しなければ本当の幸せはないことをね、この世のね最後の拠り所、人生においてね、究極の終わり終わる最後の拠り所、これが阿弥陀仏の本願でありますから、その必教へを阿弥陀仏の名前として親鸞聖人は使っています。これ結構仏教にいっぱい言葉があるんですね、必教という言葉で。これは最終的な、つまり最終的な利益、つまりブッダの悟りです。最終目標は我々は下脱、仏の悟りを開く、お釈迦様と同じ悟りを開く、これが大乗仏教の究極の目的でございます。これが本当の究極の利益だから、9番目に必教利とおっしゃる。でそのね必教利のそのまでの利益を風必教というんですね。最後はブッダの52段の悟り。でもそれはでもね十分利益はありますから、仏教を聞いていく人はね、求めている段階においても、そして諸事になって、それからもまだまだありますけどもね、その求めていく段階においても、まだ必教じゃなくてでもね、利益はありますよ。求めている段階においても、仏法をね、深く理解できた分、ね、進んだ分だけ、あなたは幸せになれますと。利益がありますよということをですね、この有識仏教そのものが教えてるんだと。だからこの求めているだけではダメだとか思わんとってほしいんですよね。求めたら求めた分だけ、利益はあるんだと。煩悩から離れていける、ね、悪から離れていける、これが仏教の教えですからね、まあ、それをね、この慈恩大師が教えてくださっているのが十里娯楽の十里の解説でございます。であと最後ね、この娯楽についてもこの後ね割と面白い説明がありますから、こっちがもっと深い感じがする。十里よりも娯楽の方がねよりね、深い内容で、まあ、悟りの内容だと思いますけどもね、それをこの後ね最後娯楽の説明を、させていただきたいと思います。じゃあ、休憩入れたいと思います。